AKB48 を年内をもって活動を終了させていただくことにしました。ハルルさん、辞めちゃうんですか？ここでいろいろ経験してやりたい夢が分かったの。だから辞めるんじゃなくて卒業だよ。次に進むことに決めた。応援してんで。応援してるよ。この経験が夢につながる。バイタル。でもね、撮影いたしました時にはちょっと自分の心境と重なったわけじゃないですか。でもその時はまだ、なんだろうな、今もそうなんですけど、あまり実感がなくてですね、あまり自分の今と重なったような感じで CM を撮影したわけじゃない。そうですね、あまりなかったかもしれないですね。私はパルル総選挙の時にも言ってたんですけど、実は一回卒業しようかなって相談を、横浜スタジアムのコンサートのリハーサルの期間に相談された時に一回泣いて止めたんですね、でもそれから時間が経って、こうして卒業するっていうのを改めて決めたと思うんですけど、 AKB48 はみんなが夢をもっと叶えていく場所だと思うので、卒業してからもパルルが何らかの形で活躍してくれることがメンバーにとっても、こうファンの皆さんにとっても多分これからの励みになるんじゃないかなと思うので。なるほどね、これからどうなんですか、活動としましてはどういう方向に行きたいと思ってらっしゃるの？そうですね、いくつかの何ですかね、スポーツ誌とか報道とかで女優っていう何だろう、になるっていう、なるんじゃないかっていう、記事があったんですけれども、ここで今すぐに簡単に私じゃ卒業して女優さんになりますって言えるほどの実力もないですし、女優一本できますってここではそうは言えないんですけれども、ここに来てくださっている記者の皆様もそうですし、ファンの皆様をはじめ芸能関係者の皆様が応援してくださる声がある以上は、いただいたお仕事に全力で取り組んでいきたいなっていう前向きな意思はあります。ずっと夢だったことがあって、それはジブリの声優さんをずっとやりたいなって。声優を、ジブリのジブリ映画の、なるほど、はい、がちょっと一つ詳しいこと言えば夢にありますね。私の立場がなんだと思いますけど、私はなれると思います、ね、パルちゃんなら、ジブリの、私ジブリの人じゃないですけど、私は太田プロの人間ですがジブリの声優になれると思います。一つ卒業前に約束をしまして、パルとさっき、なんだっけな、さっき、AKB が使ってるスリッパが本当に汚くてスリッパが本当に汚いので、パルが全部買い替えて卒業するという約束をありがとう、ありがとう、めっちゃ嬉しい。指原さんの方が多分給料高いですよ。関係ないよ、それはもう関係ないから、その全部スリッパを買い替えて卒業してくれるって聞いたので、私も明るく見送りたいと思います。今日発表して年内っていうことはあと約3ヶ月とわずかなんですけれども、ね、そこまでは AKB48 の一員としてアイドルとして全力で取り組んでいきたいと思っていますし、卒業しても、ね、よければ応援していただけたら嬉しいなって思ってます。